はい、皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ゼルダの伝説、スカイウォードソード続きをやっていきたいと思います。はい、なんかちょ見落としてたんですけど、なんかここ時の神殿らしいですね。なんか入るときに時の神殿っていうテロップっていうか、あの何表示が、自分の動画を見返していて思いました。時の神殿ってなんかえらい、なんか神殿の割には、ああちょっと復活しちゃったよ。ないか。ああちょっと待って、はい、よし、OK。なんか続きでしたね。このラネール鉱山に着いてからどんどん先に進んでる途中でしたけど、あーもう、まあ、好きじゃないんだよこの人。おお、あトンボ、よし、初めてじゃない、ゲルドオニヤンマ。だいぶ虫もあと半分ぐらいかな、見つけてないの。なんかトンボやけんさ、こうピタって乗ってくれんかな。あーちょっともういいや。これは乗っていいかな。ここまでと、うん、なんかどっかにまた時空石がありそうな気はするんですが、あそうそうそう、ビードルがレベルアップしたんですよ、フックビードル。でもちょっと待って、あれは後から、あの爆弾をあの飛空石に、いや爆弾である必要あるかな、まあいいや。これビードルだけの衝撃であの時空石は動いたよね、確かね。ほら、よし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 、だからなんだというか、あれ、あ、ん、あ、え、これはこれ何、この青いやつ、おお、ちょ、え、何これ、爆弾か、あ、じゃ戻れんくなった、あ、爆弾かな。違う気はするけど、違うね、なんやろか。この中とかはなんかある、なんかある、なんかある。あーちょっと、あー爆風で助かった。あそこの扉が開いたのはいいが、遠くに進むとまた何かあるかな。なんかないか、まあ、特に何もない、何もないな。え、ちょっと待ってよ、向こうからやるのが正解なのかな。まだこっちに来るべきではなかったのか。ちょっと
待ってくれ。ちょっと一旦保留。なんかあそこにトロッコがあるんですよね。あ、ちょっと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 。ナチュラルに飛び降りるっていう。こっち行ってみよう。あ、これってさ、普通に渡れるのか、リンクで。あー、じゃあ渡れない、渡れない。なんかスカイボードソード落ちてもダメージ受けないから、なんか気軽に落ちれるな。あんまいいことしないけど。ダメか。爆弾があるから爆弾で何かをするのは間違いないんですけど、この、あ、分かった分かった、あ、これだ。あー、なるほど。あー、分かった分かった。じゃあちょっと戻さないか、戻さないか。こういうことね、こういうことだ。よし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 、これだいぶまた行ける場所が、おお、よみがえった。なるほど。でもまあ向こうはちょっとわからんちゃうんで、まあとりあえず、とりあえず進むね。ああっ、いって、知らんよそんなの、知らんよなあ。爆弾があればね、よかったんやけどね。見て、この真ん中の赤い実をさ、ダメなんや。あ、終わった、バレてる。ちょっと、お、デクナッツ、オクタロック、岩、オクタロック。ああ。岩に紛れて他の生き物を襲ってきます。デクナッツじゃないんや。デクナッツいるのかな、このゲーム。えい、まあデクナッツは簡単やけんいいか。あ、えい、これいいですね。跳ね返りが綺麗に敵に命中する。よし。あ、爆弾でなかったやなかった、確か。あ、そう、0個やったんや。そうです。よかった、なかったっちゃんね、爆弾。そして、あ、敵かと思ったら、ボコブニかと思ったらゴロン族。お前もだよ。時の神殿と呼ばれる場所で、とても神聖な場所なんだ、ゴロン。そんなところでなんと、わしは伝説の女神の島に住む人間を見てしまった頃、もう目の前にいるけどね、二人組でこの門に入っていったから追っかけようとした頃か、あの二人か、ゼルタと。いきなりドカーンと爆発して、神殿の門はご覧の通り頃よ。これ爆弾やないか。爆弾で崩せるかな、なんか無理な気がする。ビートルで向こう側に行くんかな。あ、ごめん。ちょっと待ってね。フックビードル。あの岩を壊そうやん、とりあえず。金か。こっちはスイッチやったりせんか。あ、よかった。よしよし、はっ。あ、ここにもいるじゃん。あ、でもこいつ敵か、これ敵やな、この炎、斧、あ、ちっちゃい骨、骨。まあまあ、いいか。
が復活するのはちょっと嫌やけど。ほら、助けんといけんのかな、これ。ほら。よし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 、いいのかこれね。まあいいよね、別に。ちょっとめんどくさいな、この人たち好きじゃないですね。ちょっと戦いに行く。あ、外に出ろ。よしよし、死ぬ死ぬ。なんかないかな、いい戦い方が。違う、右から振りたいの。危険。よし、 OK。 やばい、ファイが。あ、そうか、そこをどいてくれないとトロッコに乗れなかった。時の扉に行きたいのならそこの門をくぐった先だけろ。ラネール連石場と時の神殿が地下でつながってるけど。ラネール連石場、うん、あ、あ、な、なになに、古代の、古代のやつ、古代だけにあった地図みたいな。まあ時の神殿、時の扉にたどり着くにはちょっと。ああ、なるほどね。過去の地形が記された。だいぶ先は長そうやけどな。ちょっと大丈夫かこれ。まあいいや、そん時はそん時やな。あ、待って、これをやることによって、あら、ああ、伸びるのね。よしよし、何これ、何これ、古代の花。へえ、なんかこんなアイテムが風のタクトになかったっけ。これ降りたいんやけどさ、降りたい。ちょちょ、え、どうやってすんの今。あ、どうやって行けばいい、あの女神キューブ。あ、バック中とかできんし、どうしたらいい。あ、この状態でできるか。あ、さっきのやつが電池止まってる。ちょっと待って、失敗。よしよしよし、見えるものはどんどん取っていこう、女神キューブは。で、先に進む。ちょっとあれやな、時間がかかっとるな。ちょっと一旦動画を切ります。ハートが欲しいな。よし、ハートくれ、金より。おいおい、この縦アタックは耐久力そんなに減らないよね多分。ちょっと見てなかったけど、ここやっといけるけど、その前に、その前にちょっと向こう側に渡ってみたいっすよね。はい、やっとこっちに行けた。うい、これは何なんだろうね。ちょ、おい、ちょっとそれはいかん、マナやんかよ。
ちょっとここまで来て、この位置からやったら攻撃されんか。特に何もないんかな。いやいや、ちょっと横から切りたいんやって。そうリモコンが、よしよし、いった。ちょっとやばい、こんなところで死んでたまるか。トロッコの中で眠る。トロッコの中で眠るようにして。もういいよ。何もいいことはなかったところ。行ったところ。先に進もう。ここはまだ来たことはないはずや。あの鳥がおるやん。この鳥をちょっと倒してから行こう。残しとったってろくなことはないよ。この人名前なんて言うんだろう。おい気づけよって。よいしょ。何沈まないことを確認。地図を確認ください。のろしを複数お使いになる。5個までいける。ちょっと待って。この白いところは何。のろしは C か。こう。ちょっとよくわからん。いや、ちょっと詳しすぎる。ここは大丈夫なんだ。でもこっからさ、どうやって行けばいいかな。この黒いところが行けますよってとこか。だからここまっすぐは行っていいってことやね。そうやね。草生えてるって。こっちから行くの。よし。あの鳥でもまああっち側には用はないから。いや、用はあるかな。 ありそう。後で行きそうやね。まあいいや。これは何。これはただの椅子。これは敵やろうが。これどっかに時空石があるはずなんですよね。セーブしよう。とりあえずセーブしてから、で爆弾を結構爆弾を大量に使いそうな気がするな。フックビートルの爆弾。とりあえずこっち行って、これ掘って、おお、16ルピー。
とりあえず歩きで行ったところは全部行ってみよう。それからだ。もうなんかね、的みたいなやつがわからん。これ届くか、大丈夫か。よし、なんかまた新しいところに行ける。よっ。で、これなんだろう。なんもない。ここは何？おお。なんだろう。よしよしよし。なんかアイテムがあるとかかな。ああ、え、今もなんかあれやね。あ、はいはいはい、黒いところが歩けるところか。おいおい、危ね。違う違う違う。よ、名前教えてくれ。シャコマイト。うそやん、そんな得意じゃないよ。違う違う、爆弾を出したい。爆発爆発。よしよしよし。よっよっ、ハート。そんな、よしよしよし。まあよくわからんけん、とりあえず先に、あ、違うな、これ。復活するんかい。ちょっと、とりあえずあの岩を全部、なんか、はい。ここ乗ってくるんかよ。マジかよ。ちょっと待って、マジでマジで。爆弾は？爆弾。多分どっかがスイッチなんよね。壊しまくって。ああ、違うね。違う違う、なんか地図を開いてしまう。違う違う、地図じゃない。奥。ああ。ちょ、戻れ。よしよしよし、ここか。ほら。さあどうだ、砂が。よし、下がった。おお。何？おお、ちょ、うわー、もうちょっとスカン、もうこのボコブリンスカン、マジで。弓矢とか欲しいな。よし、オッケー。よし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 、不意打ち成功。宝箱がある。あの、なんかシャコマイト、丸まったシャコマイトをどっかに持っていくんやろね、多分ね。おそらく、これ。ああ。あ、これあれだ、ビートルで運ぶんや、多分。さあ。ちょっと。ここは何なんだ？ああ。よし、一匹は倒した。ああ、ちょっとちょっとちょっと。
違う、横から切りたいんだ。そう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 、よし、オッケー。ちょっとなー、でもあんまりゆっくりするとね、隙があるけんね。かといって雑に振ると斜めに切ったりするしね。よし、違うね、横、よ、違う、よし、横、違う、横なのに斜めに切る。あ、何、電源装置に電気が入ると操作可能になると推測。電気、電気ここに乗せろということか。物を運ぶ道具って言ったらこれぐらいしかないもんね。あ、やっぱり持てる。あのスイッチ乗せたらいいんかな。ちょっと待ってくれ。あ、なるほどね。難しくない。転がすんか、転がすんやけどさ、そうやったらこの距離で、ああ余計ダメだった。ちょっとちょっと待って、ダメージ覚悟でするしかない。持つ、転がす、どうだ。あれ消えた。あ、これでいいと。もう一個のやつはいいのかな。え、登れない。ちょっと待って、もう少し探索しよう。もう少し探索しようと、ああ油断した。もう少し探索しようと思ったけど、ちょっと時間的にそろそろ終わりかな。なのでまた次回から。あ、爆弾ってこういうところも出るんだ。10個。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回もよろしくお願いします。さようなら。爆弾